今日はまたそれに花を添えていただくように、2つなしにございます自動車博物館からボンネット型のバスまで、登場させていただきました、このお互い、ライチョウ号もそして、バスもそうですがボンネット兄弟ということ もございますし、そしてこのライチョウ号も私ども高校時代はですね、とてもとても料金が高くて乗れませんでしたけども憧れの電車ですが、これからまた気楽に乗れると同時にこの技術の粋を集めたものでございます。当時の技術の最高のものでございまして、これが廃車になる潰されるということを聞きまして悲しく思ったのも私も同じでございまして、こういった昔の人たちが丹精込めて作った技術のものをそれを保存していくというのもですね、今の我々日本人にとりまして小町にとりまして大事なことだなと思って、この活動に賛同させていただいたわけです。今小町は4つのテーマで売り出しておりまして、1つは環境王国といいます。もう環境区ともう奥山から安宅の海まで全部含めてそうなんですが、この駅の横に小松製作所さんが今小松の森を作っていただいて今拡張をしています。駅のすぐ横に里山があるなんてこんな町どこにもないんですね。そういう意味ではですね、この駅のすぐ横に、環境王国がある、そしてもう一つは歌舞伎の町小松です。250年続いている子ども歌舞伎、いよいよ明日この引山交流館三好さんがオープンをいたします。歌舞伎の街のシンボルになるということもございます。そして、科学と交流ということでものづくりの街です。子どもたちにもっともっと理科算数を好きになってもらおうという一つの仕掛けでございまして、これが年末にはオープンをするということでございまして、そして、今日のこの乗り物の街、飛行機から観光バスから建設機械からもう数え上げるといっぱいキリがないくらい乗り物がいっぱいあるんです小松には。そういう意味で乗り物の動物園とこう言わせていただいておりますが、この駅小松駅周辺わずか200メーターの中でこの4つが全部凝縮されている、また小松中にそれが散らばっている、こんな素晴らしい街はございません。そういう意味ではここが一つのまたシンボルになりますし、地元の皆さんにご協力いただきまして、これが展示できますことを本当に市場の喜びでございます。これからも市民の皆さん可愛がってやってください。そして、線路は続くよと同じように、ボンネット電車もいつまでも続いて、そして、小松の街ももっともっといつまでも栄えることを皆さんとともに、頑張ってまいりましょう。今日はありがとうございます。乗り物の町小松にまた一つ名所ができました。これまでに至ります、市長はじめ市議会の皆さんやあるいは地元町内会の皆さんの、ご努力に心から感謝を申し上げたいと思っております。この電車がここに据え付けるという話があって、町内でもですね正直言って初めは賛成反対ございました。こんな大きなものが来て、そして、人が集まればですね、交通渋滞をするんではないかとかゴミが散らばるんではないかとか、まあ、そんな声もありましたし、また人がいらっしゃらなければ無用の長物になるんではないかと、まあ、こういうことをいろいろご意見がありましてね、随分議論があったんですけれども、最終的にはご町内の皆さんの大方の皆さんのご賛同を得て、そしてこの公園に据え付けさせていただいたわけであります。今も市長と話しとったんですが、この高架事業ができて3点セット区画整理事業ができてもう十数年になるんだと思います。したがってこの公園ができてからもそうなんでありますけれども、これだけ多くの人が集まっていただいたのは今日が初めてでございまして、そういう意味では、この電車がここへ来てくれたことが非常に良かったんだなと、こう思っております。駅周辺も随分今も話があったように小松の跡地もにぎわいを出してきましたし、また引山会館もできますし、11日には駅前大通りも完成をいたしますし、うららもありますし、そしてまたおそらく近い将来は大和の跡地にもにぎわいが創出をされるのではないかと、まあ、こう考えますとこの周辺巡ったって相当見るものができたなとこう思って我々も喜んでおります。ぜひこのにぎわいが市内全体の活性化につながっていくことを、心から
期待をいたしておりますし、もう一つは当初から心配があった、この電車のですね、管理というものをマニアの皆さん、ぜひ、しっかりやっていただいてですね、そして集まったのは今日だけということではなくて、いろいろな催しやあるいはイベントをやっぱり企画をしていただいてね、末永く、この電車が小松の皆さんあるいは全国の皆さんから眺めていただく、郷愁を持って、昔を思い出していただく、そんなことになりますように、そしてそれがまた小松市の活性化につながっていきますように心からお願いを申し上げてご挨拶にいたします。今日はどうも本当におめでとうございました。ありがとうございました。皆さんおはようございます。おはようございます。本当にたくさんの方をお集まりいただいてのお披露目式、心からお喜びを申し上げるところであります。このボンネット型の特急ですけども、私ももちろん初めてでありません。子供の頃から何度か乗ってますし、しかしこうやって見ると本当にこんなに大きかったのかなと思うぐらい大きさを感じますし、またボンネットと呼ばれる前の部分なんかもですね、本当に重厚感があると言いますか、圧倒されるようなそんなことを改めて思いながら、また子供の頃とか学生の頃とか思い出しながら、合わせて地区幼稚園の園児さんたちがキャンディーズの年下の男の子なんかやっていただくと、またさらにそんな頃を思い出しながら、まあそういうことがこのボンネット型の特急電車の一つの狙いなんだろうと思います。本当に昔のことを思い出しながら、そこでまた楽しもうというようなことが一つでありますし、またマニアの皆さんがそういった形で、自分の好みの部分で集まっていただく、そして子どもさんというのはすべからく乗り物が好きですからまた集まるということであります。そういった意味では人が集まる仕掛けがこのボンネット型の特急電車に凝縮されている、そんなことを改めて感じながら見させていただいていたところであります。そしてこの事業のなんて言いますかね、ここまでたどり着いた中にはもちろん JR さんのご協力もありますし、行政の理解もあったんですけれども、やはり民間の方々の本当に好きな方々がこの実現方に努力されたこと、この3社が一体となっていてこの事業が実現されたということは、ある種これからの行政のまちづくりのあり方の一つのモデルケースがここにあるんだと、このようにも思っておるところであります。今後この運営ということがあります。先ほど福村先生の方からもありました、また皆さんの知恵を出し合って長く長くこの公園が賑わうことをご期待申し上げながらご挨拶とさせていただきます。本日は大変おめでとうございます。ご来場の皆様もどうかよろしくお願い申し上げます。私がそれではどうぞの合図をしましたら出発勧告をお願い申し上げます。それではどうぞ。はい、乗り物待ち待ち出発出航。ありがとうございました。